サーニコラス・セロタ、掘り出し物の購入を決断中は2000年代初頭の芸術運動であるスタッキズムを代表する絵画である。この運動の記念碑的作品とも言われ、コンセプチュアルアートに反対するその姿勢がよく現れている。2000年にスタッキズムの創設者の一人であるチャールズ・トムソンによって描かれ、それ以降様々な展示会に出品されただけでなく、 ターナー賞に抗議するスタッキストのデモでは、プラカードの図柄に採用された。テートギャラリーの館長であり、例年ターナー賞の審査委員長を務めていたニコラス、セロタ卿を描いている。エミンとは、ヤングブリティッシュアーティストのトレーシー・エミンのことで、彼女は自分のベッドとパンツなどの私物を作品にしたインスタレーションアートであるマイベッドを発表し、1999年に、 ターナー賞候補作として、テートに展示されていた1999年、トムソンは、ビリー・チャイルディッシュと共に、アート集団のスタッキズムを創設し、コンセプチュアルアートに対する、フィギュラティブアートの優越を主張する運動を起こした。その標的となったのが、ターナー賞であり、ヤングブリティッシュアーティストだった。トレイシー・エミンは、その代表的存在であり、 かつては、チャイルディッシュと交際関係にあった。トムソンの絵は、デートギャラリー館長のニコラス・セロタを描いている。セロタは洗濯ロープに吊るされた赤いパンツを前に笑みを浮かべ、これは本物のエミンかと言いながら、それとも無価値な偽物かと考えている。これは片付けていない自分のベッドとゴミを文字通りに展示するトレーシー・エミンのインスタレーション、マイベッドを踏まえている。 この作品は1999年にターナー賞の候補作となりテイトブリテンに展示されていた。この絵は制作開始からわずか数日で完成したが、最後の24時間はまさにノンストップの作業だったという。自分が描いたセロタの絵はスタッキズム運動のアイコンになった。なぜならそこに芸術に対する自分たちの姿勢が現れているからだとトムソンは言う。 僕たちは新しい具象画を歓迎し、鮮度を失った古臭いコンセプチュアルアートに反対する。2000年にロンドンのギャラリー108で開かれた最初の展示会この絵は2000年5月に初めて公開された。ロンドン、小ディッチのレオナルドストリートでジョー・クロンプトンが運営するギャラリー108で開かれたスタッキズムの3度目の展示会。 サーニコラス・セロタの辞任展の目玉であり、その他にも何枚か描かれた、セロタの絵の中でも、出色の作品であった。しかし当時のデイリー・テレグラフ誌にはモノクロで小さく、掲載されただけだった。この年の後半に開かれた、リアルターのアーショ店でも再び展示され、リチャード・ディーンからは次のように評された。トムソンはこの絵が掲載された、展示会の目録に署名をして、 ビリー・チャイルディッシュと共にセロタへ届けるためテートに置いていった。アーティストのランコボンはテートビリテンで始まったこの年のターナー商店の開会式でセロタを迎えた時のことを次のように語っている。2002年の夏に開催されたトムソンのスタッキズム・インターナショナル・ギャラリーの最初の展示会である第一スタッキスト・インターナショナルでもこの絵が展示された。 ブリットアートの熱心な支持者であるサラケントは、もしトムソンが本気で武器に使うつもりがないなら、彼のたわいもないユーモアも許されるかもしれない。騒ぐ声もやむでしょうし、トムソンも理性的な画家ということになるはずですと語ったが、トムソンの返答は、こうだった。現実はどうだろう。僕が絵を完成させてから何週間か、後にトレーシー・エミンが、 テレビ番組に出てたけど、インスタレーションの件でものすごく怒っていたよ。でも理由は、誰かが彼女のパンツを別のものに変えたからだってさ。それは、ちょっと嫌だよね。2004年に、ウォーカーアートギャラリーで開催された、スタッキスト・パンク・ビクトリアン・天この絵は2004年に、リバプール・ビエンナールの一環で、ウォーカーアートギャラリーで開催された、スタッキスト・パンク・ビクトリアン・展にも出品された。 セロタは、この展示会を訪れ、トムソンの絵のそばに立って、生き生きしているとコメントした。ジョン・ラッセル・テイラーは、タイムズ氏にこのアートフェスのレビューを掲載している。スタッキストは何を言われようと、自分たちが何を嫌いなのかをはっきりわかっている。エキセントリックなイギリス人のアート集団が最近開催した展示会で、露骨なまでに標的になっていたのは、明らかに、ターナー賞だ。 彼らの姿勢は、チャールズ・トムソンの描いた一枚の絵、サー・ニコラス・セロタ、掘り出し物の購入を決断中に要約されている。展示されている160点の絵画作品は、セロタの絵も含めて、テートに寄付する意向が伝えられたが、予想通りセロタに断られた。彼によれば、国のコレクションとして、永久収蔵品とすることを認めるに足る、目的の達成度、確信性あるいは、 オリジナリティという点に鑑みて十分なクオリティを備えていると認められる作品には思われない。2006年にスペクトラムロンドンで開催されたスタッキスト、ゴーウエスト展この絵は2006年9月にギャラリーのスペクトラムロンドンで開催されたゴーウエスト展でも中心的な作品に据えられ3万ユーロの値が付けられた。 このギャラリーはロンドンのウェストエンドにあったが、スタッキストが初めてコマーシャルギャラリーで開催した展示会でもあった。オーナーのロイデン・プライアは、この絵の政治的な面だけを見るのではなく、それを超えたところでこの絵を見るべきだと語った。なぜなら、彼らは良いアーティストだし、アートの歴史に連なっている存在だからだった。ジェーン・ムリスがガーディアン氏に書いた記事でも、もし、 スタッキストがアートの歴史に名を刻むとして、それがどちらの意味での評価になるかは、まだ定まっていないとしても、スタッキストの共同創設者であるチャールズ・トムソンが描いたサー・ニコラス・セロタ、掘り出し物の購入を決断中は彼らの記念碑的作品にはなるだろうと評価されている。この絵を展示しているのは、作品をテートに寄付するという申し出を断った。 セロタに復讐するためだという人もいる、と、イブニングスタンダード氏は報じている。記事ではまた、テイトの理事であるクリス・オフィリのアッパールームをテイトが購入したことに、初めて世間の注目を集めさせたのがスタッキストである、ことにも触れていた。この事件で、テイトは2006年にチャリティ委員会から批判されていた。2001年、トムソンはスタッキスト等の候補者として、 そう選挙に出馬した。彼の敵は当時の文科省であったクリス・スミスだった。トムソンはセロタの絵とパンツを自党のオフィシャルロゴに採用した。彼は選挙管理委員会が侮辱的だというかはわからない。本物が低友団に展示してあるけどね。彼女のパンツ以上のものはクリス・スミスに予算をつけてもらわないとと語っていた。 テートブリテンのターナー商店に抗議活動を行うスタッキスト。2001年6月4日にトラファルガー広場で行われたレイチェル・ホワイト・リードの彫刻アンタイトルド・モニュメントの披露に抗議するためにスタッキストが行ったデモでもセロタの絵がプラカードとして使われた。セロタはトムソンに抗議してこのデモは卑劣な行動だと伝えた。 2000年から2006年に行われたテートブリテンのターナー商店に合わせて行われたデモ活動でもこの絵がプラカードになった。この時は写真が豊富に撮影されスタッキストのサイトに掲載されてデモ活動の広報と記録が行われた。ポストカードになった絵を手にするニコラス・セロタ卿2006年12月スタッキストのデモ中にトムソンはこの絵を印刷した。 ポストカードをセロタに手渡している。この時の様子はフリーランスの写真家であるリックフレンドによって撮影されスタッキストのサイトに掲載されていつでも視聴が可能になった。セロタはテートの階段に立ちポストカードを持ちながら他の絵にはできないのかと言った。トムソンはこの絵のアイディアをステラ・バインが自分の絵に使ったと語っている。ダイアナ・コーヒーがネーポール。 こっちに来てよと語っているその絵は2004年にチャールズ・サーチが購入したことでバイに名声をもたらした。その3年前に彼女はスタッキズムのメンバーとして活動しており短い期間だがトムソンと結婚もしていた。自分の絵が掲載された新聞の切り抜きを見せたことがあるのだからこのアイディアがマスコミ受けすることに彼女は気づいていたというのがトムソンの主張である。マーク D ビクトリア・ベッカム・アメリカは私を愛してない。彼によれば、バインはそれまで、ウェールズコーヒ妃ー、ダイアナのような手法で絵を描いたことはない。彼女のダイアナ妃の絵は、僕のサー・ニコラス・セロタ、掘り出し物の購入を決断中と同じアイディアで描かれている。すなわち、有名な人物が考えていそうなことを想像して、肖像画の隣に文字で描くということだ。 彼女はアーティストとして身をなした、自分自身に影響を与えたものについて、本人なりに知的かつ想像力豊かな解釈をしているが、それ自体はアーティストなら皆やっていることだ。しかしそこに僕の手助けがあり、影響があったと認めなければ、フェアでも誠実でもないだろうとトムソンは語っている。バインは自身の作家としての成長に、 トムソンやスタッキストが何らかの役割を果たしたという説を否定しており、インスピレーションを受けた作家として、ソフィー・ホン・ヘラーマン、エリザベス・ペイトン、アンナ・バーガー、カレン・キリムニック、ポール・ハウスリーの名を挙げている。トムソンは、バインの絵だけでなく、もっと後のジーナ・ボールドによるアートを解放しろも、自分の作品との共通点を見出している。トムソン曰く、これらの作品に、 つながりがあることは否定できないはずだ。でも、どれも強い作家的個性が発揮された絵でもある。盗作とまでは言うことはできないが、同じアイディアを下敷きにして生まれた作品だ。マークリーは、異種返しとして、バインの絵を風刺した作品を描いた。彼の絵では、ダイアナ妃がビクトリア・ベッカムに入れ替わっている。ありがとうございます。